おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日はこの女の子の部屋からの脱出を実況プレイしていきたいと思います。こちらのゲームはですね、この動画を見てくださっている視聴者の方からおすすめしていただいたゲームですね。まあどのくらいの長さとかはちょっとわかんないんですけども、まあ単発になるのかな。まあね、初見なのでどうなるかわかんないですけども、楽しんでやっていけたらなと思います。それでは早速ゲームスタート。お、音鳴るじゃん、ちゃんと。この作品は短編脱出ゲームとなっています。難易度は低め、ストーリーも短めですが、実写ならではのリアルな雰囲気をお楽しみください。はい、操作説明了解。はい、了解ってまだ何も聞いてないけど、リモコンをタップして拾う、あ、まあ何かをタップすると拾えると。本当に実写だな。はい、下のリモコンを2回タップして拡大で、すぐ上のリモコンを押すと調べる、これか。でリモコンの蓋を開けた。で電池もタップして拾う。下のリモコンをタップして拡大で、そのまま下の電池をタップで選択で、上のリモコンをタップして組み合わせと。あー、なるほど。でリモコンを選択しテレビをタップ、調べたいところをタップ。わあ、ここがユミコちゃんの部屋か。これ男の子かな女の子かな。じゃあね、このユミコちゃんのことが好きな男の子の設定でいきます。わあ、ここがユミコちゃんの部屋か。僕は今、女子寮のユミコちゃんの部屋にこっそり忍び込んでいた。許可なしかよ。こっそり忍び込んじゃダメでしょ。最近嫌なことばっか続いてる。バイトは大きいミスをしてクビになっちゃったし、ちょっと前まで彼女もいたんだけど。え、待って、これさ、少年じゃないね。思ったよりもちゃんとした男の人ですね。男の人で忍び込むって結構犯罪集するんですけど大丈夫ですかね。ちょっと前まで彼女もいたんだけど、急に一切連絡をくれなくなって、音信不通からの自然消滅。だけどいいんだ、俺には憧れのユミコちゃんがいる。はあ、さてと、いい気分にも慣れたし、そろそろおいとましますかな。出られないんでしょ。あれ、ドアノブがないぞ。嘘。ドアノブがないことある？出られないじゃん。そしたらドアが開かない。まずい、このまま誰かに見つかったら変質者と間違われてしまう。いや、間違いじゃないです。何も間違いじゃないですね。早くドアノブを探してこの部屋を脱出しなければ。女の子の部屋からの脱出。始まりましたね。移動ボタン、はい、了解ね。じゃあちょっと早速、ユミコちゃんのベッド。はあ、あ、なんだ、何も喋んないのか、残念。なんかユミコちゃんのベッド、はあはあとか言うかなって思ったけど、なんだこれ。何これ。ええ何これ、ロープ。急に変なもの見つかったな。まあ、お、なんだ、ノートがあったぞ。 A1E5 1、2、3、4、5。 ほう、よくわからん。あ、これは証拠にならないの。そうか。私ね、こういうちょっとした謎解きゲームね、あんまり得意じゃない。こうなんか苦しむ姿をこうね、楽しんで見てくださると嬉しいな。ゴミを漁るのは失礼になるよね。気になるけど我慢我慢。偉いね、そこはちゃんとしてるね。あ、え、でもこれとか覗いたら、そうだよね、ここは下着とかもあるだろうし、さすがにまずいよね。こういう時こそ真摯に行かないと。偉いじゃん。私だったら覗くけど。あ、クマちゃん。クマちゃんも証拠？証拠品になる。ここは4階だったっけ？窓から出るのは難しいか。ああ、そうか。で？お、またダイス。ダイスが2つゲットしたね。あれ？板が打ち付けてあるな。ほんとだ、開かないね。これは何？ん？何これ？ん？ん？何これ？
わかった。さっきのあれでしょ。こっちのノートのメモでしょ。1234 A を1に、E を5に。はあ、A を1に。 A って、ん A ってどれだろうね。 E はここだと思うんだけどさ。分からん。とりあえず放置で。これは何？何もない。これは何？リモコンが見当たらないな。ああ、リモコンを探すか。うちにあるティッシュと同じやつだ。こういう小さなことでもなんだか嬉しいや。わかる。女の人は爪にも気を使わないとで大変だな。ユミコちゃんはそのままでも綺麗だけどね。これ何？ネイルチップ？これは櫛。特に何もないかな。こっちは？何これ？ああ、ダイス！あ、ダイスをここに置いていくのか。じゃあ、あと2つくらいありそうだね。あ、僕がユミコちゃんと初めて出会った飲み会の写真。ユミコちゃんがこの写真を飾ってくれてるなんて嬉しいな。もしかしたら、ユミコちゃんも僕のことを。なんてね。キモキモいキモいよ。何これ、ハムスターでも飼ってるのかな。動物好きってのも可愛いな。でもこれハムスターとか見当たらないってことはさ、もういないのでは。しかもこんなちっちゃいケージで飼わないと思うけど。まあいいや。とりあえずリモコンを探すか。これは何？絵はよくわからないけど、これが高かったりするのかな。汚すのも怖いし、触らないようにしておくか。ここはあと他には何もなさそうだね。じゃあこっち。なーに？おお、ライターを見つけた。何これ？はあ。わからん。まあ、とりあえず放置。こっちは？このボロボロの軍手だ。これはもう使えないな。これは？いろいろな本を読んでるんだね。あ、鍵がかかってるな。こっちは？こっちは開くでしょ。あ、こっちも鍵かかってるか。なんかある？この。あー、ないねー。ないですねー。ないですねー。ここ特に、このガムテープとか。別に触れないですね。困ったですね。他にこのドアドアノブ探すと。この電気をつけておこう。はい、了解ですね。困ったな。リモコンが見当たらないでですよ。困り申したな。てか、ここは何も調べられないでゴンスな。どうしよう。行き詰まってしまった。ここが何か分かればいいんだけどな。これでも絶対さっきのさ、あれだと思うのよ。ピッピッピッって。A は1に、E は5に。A は1に、E は5に。これさ、難易度は低めって最初に言われてたよね。難易度は低めでもダメなの私。どうしよう。あ、待って、このさ、このこのアイテム使えるんじゃない？何かに。アイテム、ここに、いやー違うか。
え、なになになに、え、え待って待って、なんか知らんけど開いちゃった。何だったんだろうか。いやー申し訳ない、なんかくまちゃん使うとことか、ライターを使うって何に使うんだよマジで。ティッシュを燃やす、いや違うか。あでもとりあえずこのダイスをまたここに乗せて、もう一個あるはずだどっかに。難しくない、難しくない、あの難しくない、私めちゃくちゃこれ難しいと思うんだけど、どうしよう全然わかんないや。わかんないよ助けて、でもヒントは見たくないの私、ヒントは見たくないの。頑張ろう。あ、絵を燃やすとか。あ、ダメか。困ったな。もう全部燃やすっていう思考になっちゃうんだけど。これはさ、何なの？何？何ですか？何これ？何これ？ん？これ？ここ？ここをこう、あ無理か。待ってや。てかこれ BGM ないの寂しすぎるな。後でつけとくかな。なんかに使えないかしら。あこれで釣りをするとか。おお。なんか知らんけどできた。これで、これで何するの？これで何するんだろう。奥の方に何かあるとかでもないでしょ。ん？ピッキングするとか。ああ無理です。なんで鍵がかかってるなと、鍵がかかってるやーなんだろうな。あ、間違えた。ニューゲーム？あ、違う違う違う。ゲームスタートですよ。間違えた間違えた。このライターで何かを燃やせないかな。本を燃やす？無理か。まずこの謎を解けってことかな。わかんねえ。 A は1、 E は5。 A は1で E は5か。くそー悔しい悔しい悔しい。でもわかんねえ、ちょっとこれ解けないよ。ごめん、ヒント見てきます。すいません。テレビのそばに置いてある樽、穴は左から順に A から E に対応している。 A から E に対応している。ベッドに合わせて2、4、5番にダーツを刺そう。あ、そういうこと。え、2、4、5、ベッド、ああそう、はあ、そういうこと。でも分からんわこんな。2、4、あ待って待って、すいません。すいません、ヒント見ちゃいました、ごめんなさい。全然分かんなかった。難易度低めのクイズ分かんなくてヒント見ちゃった。
なんかヒントを見る時の動画がめっちゃイケメン出てきた。めっちゃなんか恋愛ゲームだった。かっこよかった。結局はさっきペロって言ったんですけど、このベッドのやつで1,2,3,4,5 のあれに合わせてこのダーツを打ち付ければよかったみたいですね。あ、ちょっと、今カットできたかな、うまいこと。キヨさんの動画上がったって通知来ちゃったわ。あーよし、やっとダイス手に入れた。でここにこれを置くとどうなるの？え？何ですかこれは。はあ、何？また分かんなくなったな。今度は何ですかね。今度はこれはもう関係ないでしょう、多分。あ、分かったぞ、こっちだ。4月12にすればいいんだろう。分かったぞ。間違えた。ほら、やったー。嬉しいな、これ鍵ゲットしたぞ。でこれで、机の鍵が開けれると。あ、鍵が合わない。え、じゃあこっちだ。お、え、なにこれ。待って待って、これホラーゲームだったっけ。僕と元カノの写真。え、元カノの顔がぐちゃぐちゃだ。え、これユミコちゃんが。え、ダメだ、状況が理解できない。待って待って待って、え、元カノは連絡をくれなくなったけど何か関係があるのかな。嫌な予感がする。遠慮してる場合じゃないな。部屋中探してドアノブを見つけ早くここを脱出しよう。え、めっちゃ怖いんですけど。嘘、これホラーゲームだっけ。なんかそんなこと言われた気がするわ。怖ー。